ルカの書、第19章。さて、イエスは、エリコに入って、その町を、お通りになった。ところが、そこに、ザーカイという名の人がいた。この人は、取税人の頭で、金持ちであった。彼は、イエスがどんな人か見たいと思っていたが、背が低かったので、群衆に遮られて、見ることができなかった。それで、イエスを見るために、前の方に走って行って、一軸具はの木に登った。 そこを通られるところだったからである。イエスは、その場所に来られた時、上を見上げて言われた。ザーカイを、急いで降りてきなさい。今日、あなたの家に泊まることにしているから、そこで、ザーカイは急いで降りてきて、喜んで、イエスを迎え入れた。人々は皆、これを見て呟き、彼は、罪人の家に入って客となった、と言った。ザーカイは立って主に言った。主よ、私は、誓って、 自分の財産の半分を金銀に施します。また、もし誰かから不正な取り立てをしていましたら、それを4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日、救いがこの家に来た。この人もアブラハムの子なのだから。人の子が来たのは、失われたものを尋ね出して救うためである。人々がこれらの言葉を聞いている時に、イエスは、なお、一つの例えをお話しになった。 それは、エルサレムに近づいて来られたし、また、人々が鍵の国は、たちまち現れると思っていたためである。それで、言われた。ある身分の高い人が、王位を受けて帰ってくるために遠いところへ旅立つことになった。そこで、十人のしもべを呼び、十皆を渡していった、私が帰ってくるまで、これで商売をしなさい。 ところが、本国の住民は彼を憎んでいたので、後から使者を送って、この人が王になるのを、我々は望んでいない、と言わせた。さて、彼が王位を受けて帰ってきたとき、誰がどんな儲けをしたかを知ろうとして、金を渡しておいたしもべたちを呼んでこさせた。最初の者が進み出ていった、ご主人様、あなたの一ギナで、十ギナを儲けました。主人は、言った、良いしもべを、うまくやった。 あなたは小さいことに忠実であったから、銃の町を支配させる。次の者が来ていった、ご主人様、あなたの一二なで、五ミなを作りました。そこで、この者にも、では、あなたは五つの町の頭になれ、と言った。それから、もう一人の者が来ていった、ご主人様、さあ、ここに、あなたの一二名があります。私は、それを複鎖に包んで、しまっておきました。 あなたは厳しい方で、お預けにならなかったものを取り立て、おまきにならなかったものを借る人なので、恐ろしかったのです。彼に言った悪いしもべを、私はあなたの言ったその言葉であなたを裁こう。私が厳しくて預けなかったものを取り立て、巻かなかったものを狩る人間だと知っているのか。では、なぜ私の金を銀行に入れなかったのか。 そうすれば、私が帰ってきたとき、その金を、西と一緒に引き出したであろうに、そして、そばに立っていた人々に、その一二名を彼から取り上げて、十二名を持っている者に与えなさい、と言った。彼らは、言った、ご主人様、あの人は、すでに、十二名を持っています。あなた方に言うが、おおよそ、持っている人には、なお与えられ、持っていない人からは、持っているものまでも、取り上げられるであろう。 しかし、私が王になることを好まなかった、あの敵どもを、ここに引っ張ってきて、私の前で打ち殺せ。イエスは、これらのことを言った後、戦闘に立ち、エルサレムへ登って行かれた。そして、オリブという山に沿った、ベテパゲと、ベタニアに近づかれた時、二人の弟子を使わして言われた。向こうの村へ行きなさい。そこに入ったら、まだ、誰も乗ったことのない、ロバの子が、繋いであるのを見るであろう。 それを解いて、聞いてきなさい。もし誰かが、なぜ解くのか、と問うたら、主がお入り用なのです、と、そう言いなさい。そこで、使わされた者たちが言ってみると、果たして、言われた通りであった。彼らが、そのロバの子を解いていると、その持ち主たちが、なぜロバの子を解くのか、と言ったので、主がお入り用なのです、と答えた。 そして、それをイエスのところに引いてきて、その転ばの上に自分たちの上着をかけてイエスをお乗せした。そして、進んで行かれると人々は自分たちの上着を道に敷いた。いよいよ、オリブ山の下り道あたりに近づかれると大勢の弟子たちは皆喜んで彼らが見た全ての力ある見業について、声たからかみを賛美して言い始めた血の皆によって来たる王に祝福あれ。 天には平和、糸高きところには栄光あれ。ところが、群衆の中にいた、あるパリサイ人たちが、イエスに言った。先生、あなたの弟子たちを、お叱りください。答えて言われた。あなた方に言うが、もし、この人たちが黙れば、石が叫ぶであろう。いよいよ、都の近くに来て、それが見えた時、そのために、泣いて言われた。もしお前も、この日に、平和をもたらす道を知ってさえいたら。 しかし、それは今、お前の目に隠されている。いつかは、敵が周囲に類を築き、お前を取り囲んで、四方から押し迫り、お前と、そのうちにいるコラトを、地に打ち倒し、城内の一つの石も、他の石の上に残しておかない日が来るであろう。それは、お前が、神の訪れの時を、知らないでいたからである。それから、宮に入り、商売人たちを追い出し始めて、彼らに言われた。 我が家は祈りの家であるべきだと書いてあるのに、あなた方はそれを盗賊の巣にしてしまった。イエスは毎日宮で教えておられた。最主張、立法学者、また民衆の主だった者たちはイエスを殺そうと思っていたが、民衆が皆な心にイエスに耳を傾けていたので、手の下しようがなかった。